あ、こんにちは、マダンです。サキさんです。ということで本日はデュエモの新版のこちら開けていきたいと思います。でーん、ババ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 ーン、怒涛獣王超ファイナルウォーズ。はい、こちらはですね、うん、まあ、今まであったすごい強いカードだったりとか新しいカードとかいろいろ入ってるんですけども、うん、これのね、うん、トップレアはですね、うん、怒涛桃天守閣というカードで、うん、買取でも4000円とか、いやー、もっと超えてたりとかもする、うん、カードなので、はい、ちょっと今回はそのシークレットですね、うん、当てたいと思いまーす。イエーイ。他は、うん、超救世主太陽とか、まあ、いっぱいねあるんですけど、とりあえずシークレット出したいと思います、うん、開けていきます。え、1パック11枚入りよって、の10パック入り、1パック11枚って結構すごい、うん、確かに分厚い、分厚い、すごい、なんかもっと感覚なんかすごい変な感じする。1パック、うん、しかも10枚じゃなくて11枚っていう、ね、何なんだろうか。太っ腹だわ。太っ腹太っ腹やなすごい。なんか最初さ、パック数が10パックって書いてたから、うん、あれ少ないなって思ったら、うん、枚数がめっちゃ多くてびっくりしたさあ見ていきますよ、はい、さあそれでは見ていきましょう。お願いします。いいの出るかな。ドドンと、はい、うん、ゼロの伝説、うんうん、あ、すごいジョーカーズのカード、うん、嬉しい。へぇー、うん、ボム、なんかめっちゃ名前すごい、ね、ハッシュタグ草、ハッシュタグ草越えて釣り。かわいい。めっちゃかわいい。あ、すごい。これ中白バイクとかで使ってる草、うん、おお。おおほほ。キラキラしてますね。そ、うん、うかな。めんごめんご。いや、名前マジで面白すぎる。ほんまに。おお、おお、え、バペンギングマックス、レアホイール。おお、買い取りで500円ぐらいでした。ほうほうほう、悪くない。悪くない。悪くないです。なんだこれ。あー、あー、これのシークレットが欲しいんです。そう、いや、いいんですよ。いいんですけど、うん、シークレットが欲しい。あー、お願いします。すごい、ジョーカーズの D2 フィールドなんですね。うん、なるほどね。頼むよ。お願い。おお、かっこいい。これもでも悪くない。お、大体1000円ぐらいですかね。ああ、すごい。悪くないと思う。悪くない。おお、どうだ、うん。でもやっぱトップレアが欲しい。うん。ジャッジメント、ハイかぶるほどキュート、何札の伝説、へぇ、ガチ対決なんか YouTube のサムネみたいな、確かにな、絵だよな、面白い。おお、豪快キールダーマックス、これめっちゃかっこいいやん、うん、このカードいいな、使いたい。豪快切り、なんかサクさんがさ、うん、吹きそうなさ色味よな、この辺とか、うん、確かにかっこいい、さあさあ、うん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 、すごいな、なんか絵柄が全部可愛くて面白い、うん、おお、なんだこれ、かっこいい、なんかさ、絵のタッチ違くない、うん、なんか、え、無量大流ゴーゴル、グーゴルプレックス、なんか変えた感じする、すごい、あ、でもこれ無限クライムのカードなんや、すごい、かっこいい、すごい、え、なんかさ、うん、あ、なんでもないわ、何何え、これ、ちょっと反対から見てるから、あ、すごい、そんな感じ、なんかすごいね、なんか、うん、ここ口なのか目なのか、そう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 、なんかな、難しい、うんうん、面白い絵、
あ、ドリームメイト、うん、デュエプレでもね、身もめっちゃ強い、うん、ドリームメイト。なんかよく見る。そう、見るよな、うん、すごい、ハハハ言うてすごい、半分超えてきてるよ。おお、願いします。これ好きなあ、美味しそう、うん、お腹空いてきたよどうですか、どうですか、来ないですか。おお、めっちゃいい、オニフナマックス、すごい、かっこいい。なんか全部キラキラじゃなくてさ、このなんか一部一部がキラキラして、うん、かっこいいな、ね、これ。なるほど、なるほど、なるほど。お願い、もう終わっちゃうの、やめて。ダメ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 、お願いお願い。でもさ、下の方キラキラしてるの見てるんだけど、これはこれはどうなんでしょうか。頼むで、頼むで、一番下おお、なるほど、なるほど。もしかしてキラキラって今のやつやった説ある？違う、下の方に見えてる、もっと下。うんうんうん、もうすぐ落ちる、お願いお願い、うん、落ちる。横向きのカードだよ、欲しいのは。うん、ああ、ああ、ああ、残念まあでもね、うん、いいカードは何枚か出たんじゃないでしょうか、うん、ここら辺とか、うんうん、はい、ということでですね、まあ、トップレアのカードは当たらなかったんですけど、あと何ボックスかあるので、またまた開封していきたいと思います。はい、評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブちゃん、くるみチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、くーちゃんです。最近めっちゃ熟睡できるなって思ってたんですけど、その理由は寝る前に最近白湯を飲むようにしてるんですよ。でね、調べてみると寝る前にコップ一杯の水を飲むことは熟睡につながるらしいです。ということで、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。